スが最高ですね。いけたと思う。今読み込み中。あたし。カメラ側の肩落とさんと。肩上がりそう。最近です。これであと1回撮って決めます。カードのラインもめっちゃいい感じ。もうね、写真は風景がいいだけじゃなくて、私のポージングまで完璧に決まってないとダメだから。めっちゃ綺麗。さっきまでハーフ ND 入れんかったら太陽の周りがめちゃくちゃ明るかったんだけど、今ハーフ ND 入れてるからその周りの雲の感じもすごい出てて、やっぱいいな。あでやっぱポージングとかもちょっとさっきカメラに対してまっすぐ顔を向きすぎて鼻の穴がめちゃくちゃ大きく見えてたから、こっちの方が綺麗にラインも出てていいかも。
がこれ簡単なのいいな。まあハーフ ND って半分だけグラデーションがかかってて、空の部分だけ、まあ空の雲があるところとかは光量を落として、私が映る被写体が映る下の部分だけ、光量を落とさずに撮れるっていう、フィルターになります。あ、これはいいのが撮れそうな気がしますね、これは。あー、やばいですね、これは非常にやばいです。わあ、もうこれはもう確実に絵になります。やばい。で、あと、いや、もうめちゃくちゃ尊いです。私がもう風景もモデルの私も超綺麗で、もう尊さしかないですね。かっこいいわ。一億画素のリナティめっちゃかっこいい。超綺麗。もうお尻のラインがもう超綺麗。うわー、このブルーの中に濃いネイビーのドレスっていうこの組み合わせがもう好き。かっこいい、最高や。とうとう。よいしょ、暑い。めっちゃドレスこれは。入れたいから32-64 の F4 GF レンズ使おうかなと思います。早いとこか。今日はどれ使おうかな。とりあえずこの辺使ってみようかな。ソフト、プレミアムソフト GND0.9 ってやつで、こんな感じで、グラデーションになってます。一番上が濃くてだん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 薄くなっていくっていうフィルターです。見えるかな、透明、わかりますか。あ、こんな感じで今私 ND フィルターつけてたんですけど、これなんだろう、後ろに何だろう、ゴムのようなスポンジのようなものがついてて、簡単にこうパッと取り外すことができます。結構これ便利だなって思います。フィルターいらんなって思った時にこうキュッキュッて外すのめんどくさいんですけど、こうパッと取れるのすごい便利です。32-64 の F4 のレンズは合計が 77mm。
これ引っ張ったらカチッってすぐ止めれるんですよ。この裏ここをキュッて引っ張って簡単にパッと、この取り付けが楽で結構いいなと思います。あるのとないので全然空の感じが違うので、もう撮影には絶対持っていきます。あ、バッチリ。もうちょっとかな、もうちょっとくらいの位置、これぐらいかな。 OK。 カメラ女子って機材が増えてくると本当に体力的にしんどくなっちゃうから、なるべく身軽で行きたいんですよね。そうなった時にこう軽くて使いやすくてちゃんと安定するものが1本三脚持ってるとすごい楽だなって思います。今私が使ってるトラベル用三脚すごい軽くてスーツケースの中にちっちゃく収まってくれるからかなり便利です。うん、もうちょっとだけ大きいもの、背が伸びるもので軽いものが出たら嬉しいな。うん、これかわいい。あ、これめっちゃかわいい。あ、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じに撮れてる。いいね、このジャンプめっちゃいい感じ。